今日の歌ということで、はい、歌を作っていきます、うん、素晴らしい曲をですね歌いますで、さっきなんか練習してたやつか、ね、5月といえば鯉のぼりなので、今日はこの前ね、ひな祭りの歌を歌ったんだけど録音がもうできてなくて、それで今回は第3弾なんだけど、さよなら鯉のぼりという歌です。いただきます。では今日あどうもどうも、今日の、ゲストはですね、チルストドスポケモンの影の帝王のね、あの石川三郎先生に来ていただきました。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。チラチラしいなこいつとこんな話をするのチラチラしいなすぐ砕けますんで大丈夫です。はい、ということで、はい、ね、よろしくお願いします。はい、これ超大作なんですよ。これ3部構成でしょと思ってて、これほらかわいそうじゃん、この歌ってね、終わりが。でもし来年の5月にこの番組が続いてたら第2部やりますそれは何かというとね、あの飛んでいったお父さんはどっか地方に飛んでいくわけだよ。それでそこでさ、子供たちに会いたいって言って頑張って頑張って、鯉のぼりがどうやって頑張るかよくわかんないけどそれで何かやってね、それでついにこう帰ってくるんだよ。で3年後にはさ、ハッピーエンドになることになってるんだよ。ほら、なってる予定なんだよだからもう涙なしではさ聞けない名作でしょ、これ。まあ、このままいいと思いませんね。でも僕はちょい塩を言わなきゃよくわかんない鯉のぼりが5月の空を泳いでいる。大きな鯉がお父さん、小さなひ孫が、あ、ひ孫じゃねえだろ、ひ孫が子供たち、はい、ある日お父さんの紐が切れてどこかへ飛んでいった。お父さんと子供たちが叫んだとて、お父さんには届くこともなし。さようなら、お元気で、達者でな、お父さん。ああ、いいですか、なかなか、なかなか、いいのかな、するところが違う感じですね。ただ風に流されて飛んでっただけの話そうだよ、その通りだよ。この後、ね、あのお父さんがどこ飛んでいくんだよ、地方都市にさ。それで、たどり着くんだよ、そこで、あのお金貯めるんで働いて、鯉のぼりが。それで、あの戻ってくる、子供たちに会いたいなっつって戻ってくる話にしたいわ。じゃあちょっと、その鯉のぼりのなんかそういう意思が今度芽生えてくる。そう、うん、でも鯉のぼりってさ、あーって口開けてるだけでさ、中身空っぽだからさ、なんもできないじゃんってあるじゃん。だからどうするのか分かんないんだけどさ。だから、僕が知ってる？でもこれさ、俺最初さ、これあの確認しないで作ってたの。鯉のぼりの歌を。で、最初はさ、大きな孫いがお父さん、小さなひごいはお母さんだと思ってたの。お母さんいないんだよ。あ、知ってた。あ、いないいないんだよ、これ。これね、不死家庭なんだよ、これ。いませんでしょ。いないんだよ。これね、で、ネットで調べたら、そう書いてあって、
で、これいない、なんでいないか知ってる？なんかこれ男の祭りだから、うん、ということらしいの。ああ、そうなんだ。知らなかったでしょ。知らなかったです。ほらね、不思議でしょ。いると思ってます。そうで、しかもね、歌詞を作った人女性なんだよ、これ。あの時代のやっぱりちょっと男尊女子的なさ、あれがあるんだよ。だってひな祭りはさ、女の子のあれなのにちゃんとお相手さんいるやんか。あ、まあそうです。いないんだよ。でしょ、ね、意外でしょ。ほら、サプライズでしょ。うん、いやいや、サプライズ。だからお父さんいなくなってたらかわいそうじゃん、これ。お父さん一人で一人で一人でお前子供育てたんだぜ、お前。でこう風だから こういうのぐらいこう流れてさ、飛んでいったりしないかなと思ってさ。これ何ね、自分をうまい、なんかこう思い浮かべながらこう、なんかこう。俺が、うん、俺がじゃねえか。俺が寂しいよな、だから。あ、おーみたいな。なんかあのほら、こういうのぼりで満喫じゃん。まあね。口開けてさ、ああ。メモリ開きっぱなしです。そう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 。あれが風にピューって飛ばされていってさ、うん、去っていく姿ってなんかさ、結構、笑えるというか、かわいそうというかさ。まあそうですね。うん、なんか、面白うてやがて悲しい奇跡。皆様にぜひちょっと書いていただきたいなというふうに思って、一応さ、だからこれがさ、これがはい、はい、これポケモン TV でーすってやりますんで、うん、で、ゲストでーすってやるんだよ、うん、で、できればさ、うん、ここの俺毎回書くから、うん、ここ一緒に石川君が書いてもらうとかさ、あでね、これもうあげますよって、あげちゃう前ほら、あそうだね、ポップが売れたね。あんなもん、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 あの、コーチの漫画会やった時に、この、なんとかでーすって案内みたいに書いて、見ました、見ました。それでさ、ね、2人絵描いたら、欲しいって人がいてさ、ファンは欲しいんですよ。だから、そういうことなんですよ、ね。ここに書くの？そうそう、例えばね、そういう、はい、ちょっと、今書くの？書いて書いて。ここに書くの？これぐらいしかないので、うん、あ、やっぱりね、漫画はね、下書きとか言ってるから。え想定して持ってきてる。いやいや、違った。いつも入ってる。そう。うん、で、いや、だからどこで、これ家で全部やらないから、家で寝ることってやらないから。そうね。だから、なんか、思いついた時に、こう、外で。しかも、ゴルフのそれ、お前、スコアつける MC やんけ。その辺が、それ、女の子がいそうだな。その辺が渋いよね。俺も、ちょっと、たまに、女の子が。そうだね、変えてみそう。石川君と俺同期だと思ったら同期じゃなかったんだけど、まだ言ってるけど、うまいんだよ、あの手塚賞の漫画、俺よか全然。でもちゃんとしてるの、この人。でもあれだよね、あの年一緒だからね。そうなんだね。あ、うん、そうですよね。ほとんどこっちがちょっとね、17日、17日お兄さん、うん、めでたい男なの、1日だもん。あんたに言われたもん。俺の絵見て描いてんの。いや何それ。いや、リンクが出ないなと。何やそれ。これ今こういうので早ましってあるんだってね。あアプリでね。だからパーッとゆっくり描いててもそれで、ね、あなるほどね、うん、ああそうかそうか、さっさっと描いたような感じですぐできる、編集できるっていう。最近仕上げをあのパソコンでやるようになったから、あ、はいはい、だからね、結構原稿になんかこう、そうなんだよ、なんかこうな、ちょっといい加減なってきたね。そうそうそう、相当いい加減。そういうもんですか。だから、うん、もういいやと思っちゃうの。あっちで直せばいいと思っちゃうから、うん、しかも目鼻の位置とか、あまずいなと思ってもいいやと思っちゃうの、うん、ってうあれ、あの服洗いやっちゃうんだよ、中で、うん、これパーツでこうレイヤー別々しちゃって、中でこんなんやってて、拡大とか縮小とかしちゃって整合性取っちゃうんで、もう一個ずつ一個ずつバラバラしちゃうわけ。へひどい時はこっちの目玉とこっちが大きさ違うと、こっち側を2個作って裏返しにして、ここ使わないすんだよ。完璧な、そう、見えなかったことですよ、うん、そうですよね、うん、紙でやろうと思ったら切って貼らない、そうそうそう、無理無理な、とてもじゃできないから、うん、でも線がぐちゃぐちゃになって構わないんだよ。なんかこうしちゃうんだよ。いや、このぐらい下書き出して書けよっていうぐらいだけど。いや、実はちゃんと書いてるんだ、下書き出してて。あ、そう、うん、まあ、国友さん見たくね。なんですか、ね、こう色っぽく書けないけど。いやいや、やっぱ石川先生に石川先生の持ち分もあるわけなんですけどね。
素朴な時間ほらあの新人賞のさ書いてあったなんかね絶妙ななんか心理描写とか なんかだけど書いてあったんだけどちゃんと絶賛な少年漫画にはないような素晴らしいみたいな原稿の持ち込みに行くお話しない あれはね、本当のデビュー作あの、月裏に出したのそのギャグ漫画を書いたその前にあ、そうなの、うん、それは、月裏で出して、それも載ったんだよね、だから同時期にそれと手塚賞が活躍が入ったっていうのがあるんだろうね、だからやっぱヒューマンドラマの人だからさ、俺と違ってさいや違うんだよ、俺違うの、違う違う、ドラマの人ってもうされちゃったあ、されちゃったやってあの頃ってさ、自分なんか何でも書けると思ったもんああのところがさ、なんかそれがいやこの人はね、知人化なんだよ異常に俺と違って俺意外と違うんだよ俺ね、だってその時 SF 会に持ってたの最初この編集のところにさ、うん、こんなの持ってこれダメって言われたらポイって、うんうん、やめなさいって言われたの、うんうん、賞取れないからって、うん、それで生活漫画書きなさいって言われたそれ何ですかって千葉哲也先生みたいな漫画って言われて書いたことなくて分かんなくてあの人物語よく分からんね私初めだってほら SF とかだったら、はいはい、なんかドンパチあってさ、うん、なんとかとかできるじゃない、うんまあ、千葉さんの漫画って怒らないわけですよ、うん、キャラクターが出てきてなんか揉め事が起こったりとかして解決とかになるじゃん、うん、これ一番難しいんだよああ、うん、でねそこで俺それ書かされたからよかったあすいませんはいそういうことなんですよよかったなと思ってるんですよ、うん、回りましたどうぞどうぞだからね、あれがまああったからな、うん、今があんだと思うけど、でも何にしてもね、はい、僕は手をかけるんだっていうことです。うん、で、今日はあの、ポケマンの影 の支配者の石川三郎先生に来ていただいたんですけどね、うん、あ表向きは村上元子先生が代表なんですけど、うん、でこの人が本当はね、コントロールしてるんですよ。まあ、一応、ポケマンの代表は元子、うん、で、俺は NPO の代表だから。あ、そういうことね。うん、OK ね。で、これね、これ欲しい人いたらあげますから、これ、うん、どうですか、これね僕と、前もね、僕と石川くんで買い、あ、うまいなで、200円で売れたそうそうそう、いや、今回無料でいいから、ね、もう200円で売れたの前ないし、俺たち200円だね100円ずつみたいな、そうそうそう、そんなレベルですけど、よろしければ、ということで、今日はそういう、石川先生に来ていただきました。一気にまとめちゃう。この前の福岡のさ、港のシーン描きたくて、なくてさ、堤防みたいな。で、Google マップをガーッとアップして、近づいて、人間のやつあるじゃんか。うん、あれ、ブーってやったら、そこに歩いて行ったんで、うん、で、こう、取っ手のとこいるわけだこうあるんです、うん。それで、コマンド P を押したらさ、あれ、うん、あれ押したら、写真撮れるのね、それが。で、そのままプリントアウトできたの。あ、そうなんだ、すごいよ、だから、もう今やね、行かなくてもいいんだよ。でも、あれって、あとかグルーアースって俯瞰だけじゃないの、ね、違う、ほら、ね、車飛ばしてるんじゃないの、ね、あれがある限りのところは、しかもあれ、写真がプリントアウトできるの、びっくりしたと俺、そう、だからちょっとだけ問題ないんだ、あれ。だから、そのまま使わないから大丈夫。資料としてだから、変えてねっていうふうに、その辺ちゃんと私は偉い。偉いか。臆病者の中で。昔ちょっとひどい目にあったことあるんで。ひどい目というかね、著作権的なことに引っかかったこともあるからさ。ないする？ない。あ、あったあったあった。元カに資料化して、そのまま使うないな、使うないよなって言った写真をあいつ使っちゃってさ。あらら。それで訴えられたから。いや、あのね、昔ね、あるね、あ、その漫画の展開が温泉の水をこの缶に入れてその売ってその大ヒットするって設定だったわけ。その実際に温泉飲料みたいなのがあったのよ、うん、そのネットで見たら、ネットだったかな。それでスタッフにこんなの書いてって言ったらまんま書いちゃって、それでその後 その主人公のセリフがうん、まずいっていうセリフだったんだよそれでさ、お世話になっちゃってさ、まんまやんかって話になっちゃって、それでね、焦ってね、もうとにかくあれがあった以降絶対資料そのまま書いちゃいけないんだっていうことをね、うん、前すごいのがあったらしいよ、なんかね、劇画でね、なんか運送会社のね、トラックがなんかそれでなんか殺人かなんかするような話になってて、それもまんま書いちゃって、そこあれを会社の様子
それで大騒ぎになったとかさ、結構あんだよ、そういうの。うん、でも先ほど告知ね、告知なんかあったか。仲間内の告知あるんだけどさ、なんかそこ、いや、あれやるよ、だから、メンバーが色紙を書いてオークション出しますので、ぜひよろしければ皆さん、うん、だからね、まだみんな集まってないのに、いや、これからやりますね、まあ、秋にね、秋頃やるので、そのもし、揃ってあれしたら、ぜひ、ね、皆さん、お金をくださいでいいんですよ。うん、その、ポケモンのサイトの PR をしてるのが一番いいかな。まあ、そうだね、まずそれが。言ってみれば、この後ポケモンって飲み会のそうでしたかね。そう、いや、あの、ね、あの僕が知ってるのと違う、ネット上でそのね、ポケモンとサイトを開いて、そこで一応皆さんのあれですよ、例えばその、まあ、絶版になってるものとか上がったことがない漫画とかを無料配信したりしておりますので、ご興味のある方々はぜひご覧くださいということで、それ以外にも僕はこんなくだらないことやったりとか、これからもますますいろんなことをですね、うん、やっていこうと思ってます。って、お前が言わなきゃいけないって言えないから俺が言ってるんだよ、ね、いやでもね、その役目がね、今ねちょっと終わりつつあってね、だからこれからもっとなんかポケモン盛り上げるためにはどうしたらいいかっていうことをね、ちょっと自分たちで考えるのもあるんだけど、まあ見てる人から意見をもらえるとすごく嬉しいなぁ、こういうこと見たいとかね、そうそうそう、やってほしいっていうのがね、いいっすね、その通りその通り。だからやっぱりね、もっともっとこうね、うん、ぜひやってるんだからさ、うん、活性化したいんで、うん、でも基本ね、石川君が言うように楽しく遊びたいっていうのがあるのよ、うん、漫画家で、なかなかね、漫画家が集まるね、会ってないんだよ、うん、こんな長くしかも続いてるのないので、うん、この会は、しかもいわゆるなんとかこのオフィシャルなんとか協会とかそういうのないのね、これね、単にこう、みんなこう仲良し集まって遊んでるだけなんですけど、でこういう会ってなかなか貴重なので、僕としては本当に続いてほしいなと思ってるんですよ。本当にね、この前のコーチみんな言ったけどね、うん、楽しかったよね。楽しかったね、うん、あれいいあれだった、企画だったな、うん、で向こうにもちゃんと貢献できたし、本当に漫画家ってね、みんなわがままでね、なんか言うこと聞かない連中がね、こう集まるのよ。そう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 、ところがね、ポケモンの連中で、ね、ここまでね、すごくね、ありがたーとか言ってね、十何人いるのにこんなにピシピシッとみんながね、ちゃんと時間をね、守ってくれてって感じだな。いや、頑張ってし、真面目な人ばっかり、いい人、本当にいい人ばっかり。いや、そうじゃない。そうじゃないですか。俺がちゃんと高齢化。そういうことしておきます。そういうことです。明かりをつけましょぼんぼりに、明かりをつけたら明るくなった当たり前そしたらね、ひな人形がさ、みんなさ立ち上がってさ、膝さすってんだよ、うん、300年ぐらい座ってたからね、飲食になっちゃったんだってかわいそう